突然ですが皆様に問題です。こちらのですね、今撮影している場所は一体どこでしょうか？さあ、ということで正解はこちらの桔梗ヶ丘駅でございました。ということで今回はですね、こちらの桔梗ヶ丘駅ですね、三重県名張市にある桔梗ヶ丘駅に来ております。今回はですね、前回ですね、こちらの桔梗ヶ丘駅の動画を撮ったと思うんですけども、あのね、めちゃくちゃですね、再生回数、僕のチャンネルで多分一番再生されたですね動画がありまして、そちらがですね、5000回を突破しまして、嬉しいことにですね、皆さん、見てくださった方は本当にありがとうございます。ということで、今回ですね、大和西大寺駅の時と同じで、好評だったということで、今回ですね、もう一度こちらの桔梗ヶ丘駅に消えましたということで、今回はですね、こちらで撮り鉄を早速していこうかなと思います。1番乗り場に五十鈴川行き急行が6両編成で参ります。危険ですから黄色の展示ブロックまでお下がりください。途中の停車駅は三畑、三畑間で青い町から先ほどね、電車が行ったんですけども、見てください。はい、ホームをね、一面見渡してても、はい、僕一人しかいません。あ、じゃあ一人来たわはい、ということで、さあ、お、伊勢島ライナーが来ましたね。でね、今ですね、近鉄のね、アプリで位置情報っていうのが見られるんですけども、見たところですね、現在ですね、こちらの大阪線と、京都線だったかな、京都線、そして山田線、名古屋線でね、電車が遅れてるみたいです。はいね、ちょっとタイミングが悪すぎるんですけども、今ね、ちょっと電車がね、遅れてるらしいんで、ちょっとね、電車がちょっと来るのがだいぶね、ずれてくるんじゃないかなって思います。ちょっと、それはしょうがないことなんですけども、先ほどのね、伊勢島ライナーが行ってからすぐですね、こちらの大阪線もね、現在遅れてるらしいので、はい、なんか全然ね、なんか人がいないし、電車来ないしね、この桔梗ヶ丘駅はね、なんか寂しいですね、めちゃくちゃ。ね、な
なんか僕一人だけしかいないし、まあ確かにね道はねいっぱいあるんで、国道とかね1655線とか、あの一応車は走ってるんで、まあ、車の音はなるんですけども、もうそれ以外はねもう駅誰もいないしね、なんかすごい寂しい感じがします。はい、さあで前来た時にね、気候川景気ね、前来た時に思ったことなんですけども、こちらのね先ほど見せたと思うんですけども、こちらの駅のホームのねこっち側になんかねもう一個ホームあったんじゃねえかっていうぐらいのスペースがねあってね、うん、まあこれはねなんか機械とか線路メンテナンスとか行うための線路なんかな、まあ奥にねメンテナンスを行う用の車両があるので、まあ多分そういう感じのとこなんじゃないかなって思います。はい、でねあの僕なんですけども、今ねちょっとあのこのね上着着てるんですけども、今日ねあの気温がここでね最高気温が12度ぐらいで、最低気温ね6度ぐらいしかないんですよ。なのでねあのめちゃくちゃ寒いです。もうちょっとね分厚い上着着てこればよかったなって今でも後悔してるんですけども、まあね未だにねこの駅ですね誰一人いません。はい、まあ、今ね電車が遅れてるっていうのもあるかもしれませんけども、はい、ちょっとねでこの後ねちょっとね位置情報見たらね貸し切り電車っていうのも来るらしいので、ちょっとね期待してねちょっと待ってみようかなと思います。おいマジかよ、まさかの素通りだった。1番乗り場に伊勢中川行き各駅停車が2両編成で参ります。危険ですから黄色の展示ブロックまでお下がりください。
き、急行が6両編成で参ります。危険ですから、黄色の展示ブロックまでお下がりください。途中の停車駅は伊畑、伊賀関で、青山町、伊賀高津、西青山、東青山、高木原温泉駅、伊勢中川、名古屋駅、急行に連絡します。今ちょっとね、位置情報というか列車のね位置情報を見たところですね、だいぶ遅れてますね。はい、電車が一部ね運休してるしね。しかもちょっとね、今ね15分ぐらいもう何も電車来てないんですよ。15分ぐらい何にも電車来てない。はい、ということでですね、今回はこちらの三重県名張市にある桔梗ヶ丘駅に行ってきたということで、今回はこんなとこで終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイビー。